切れ案件ですよね。そんなことでプラスに しないですか。ビューティフルカードの話をしてですね、使わないですよ。本当になんとかしてほしい。新車は傷つけないで納車してほしい。皆さんこんにちは、ビューティフルカード洗車チャンネルの村上敦史です。新車は弊社の幹部の質問に答える。何の質問が来るんでしょうか。今日は、はい、前回の動画でですね、はい、僕の軽自動車、新車アルト君購入したっていう話をしまして、はい、少し話がありましたけど、はい、販売店さんの方が、まあ、信頼できる販売店さんで、うん、でただ僕たち、まあ、自分たちで洗車するので洗車しなくて大丈夫ですというふうに伝えたんですよね、うん、で実際新車が納車になりまして、磨きのスペースでいじめられて、ね、うん、見たところ、うん、傷まみれになったと。こうついてたんですね、洗車キッズがね、はい、うん、ということは、うん、どこでついたんだろうと、その傷だと。ああ、そういう質問ですね。はい、はい、まあ、アルト君なんで鈴木のメーカーで作られてますよね。でですね、今回僕らは町の車屋さん、まあ、整備工場と車も販売してる民間の一般の車屋さんからこう購入したんですよね。そうですね。で、鈴木のメーカーで作られた車はですね、まあ、鈴木のディーラーに一旦来ます。続きの秋田のディーラーからさらに町の車屋さんに販売されてます。あれ、あの車また在庫車でしたよね、確かね、納期すべきっていう。それどういうことかというとですね、続きの秋田のディーラーさんがメーカーとの一定の契約台数があってですね、もう売り先決まってなくてもある程度注文して持ってるみたいな車があるわけですよ。そういうふうになってるんですね、うん、あのなければなのでメーカーに注文してから作るので、今納期が結構長いですよね。納車が何ヶ月先とか、最近遅いんだと1年先とか2年先みたいな場合もあるんですけど、ありますね。あの車の場合はおそらくディーラーさんが在庫で持ってたと思います。数週間で来ました。そう、はい、で在庫で持ってる車ってどこに置いてあるかって言ったらね、外に野ざらしで置いてある。置いてますね、うん、あの新車置き場っていうのがあるんですよ。あの新車プールっていうのがディーラーにあってね、この何十台も外に置いてます。何十台もなので車庫には入れられないんです。で、新車なのでこうね、ただ並べててこまめに洗車しないっすよ。売れるまでずっと置いとくわけです。そうですね、はい、だから、まあ、2ヶ月とか3ヶ月とか在庫になっちゃったら2、3ヶ月は雨ざらしなわけですよ。ほっとかれてるわけです。そう、はい、まあまあ汚いんですよ。そうですね、うん、でそういう車を、まあ、そういう車ってそうじゃなくてもどんな車もですけど、その数日だとしてもそこの新車プールに置きますからね。で、出荷する前にはその各ディーラー その新車整備スペースで洗車して、で、あのオプションつけて、それから、まあ、あのお客様のもとへと出荷されていくわけです。でさらにそこからですね、ディーラーとか町の車屋さんがもうさらに洗うか洗わないかみたいな。で、今回の場合はそこからあのうちの車屋さんは洗わないでって言ってから洗わなかったんですけどね。なのでまあこう長期在庫で結構汚れてたのを、まあ、ディーラー その新車整備センターの方たちがきれいにしたんでしょうね。まあ大体ね、あのディーラーによってはまず洗車機に入れるらしいです。うん、まずとりあえず全部洗車機、もう洗車機に入っちゃう、全部洗車機、あのね、なんかこうライン作業みたいになってるんですよ。あ、そうですね、うん、うちみたいにこう1台入れて1台出すとかじゃなくて、あっちから入ってこっちから抜けていくみたいなので、どん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 やるんです。洗車機入れて次に来るみたいな。それで落ちないところはもうなんかゴシゴシ磨く、それでも落ちなかったらこうウィーンみたいな、うん、やっちゃう。そんな感じでこう綺麗にして出てくるわけです。パッと見は綺麗。そうなので、あれ見たらやっぱりこうゴシゴシこすった後、あと多分このウィーンって磨いた後も結構ありましたよ。そのウィーンでこう磨き目が入ってるんで、こんな感じで綺麗にしてくるって感じですね。外で見てたら綺麗だったんですけどね。そうですね、あのビューティフルカーズの磨きをするね、あの傷がすごく見えやすい、まあ、名付けていじめライト、いじめられてるような環境だから、いじめライトに入れてみたらびっくりすると傷がついてましたね。傷ついてました。うん、僕の心もちょっと傷つきました。まあ、ビューティフルカードはあのいじめライトを照らした上で、その上で
あのライトで綺麗に見えるようにね磨き上げるんですよ。だからすごい綺麗なんですけど、まあ、一般的な磨きはね、あの光に照らしちゃったらそうなると。だから思うんですよね、その家電製品とかね、スマホとかね、スマホを箱を開けたらね、でピーって保護テープ入るのね、あんなのなったらね返品じゃないですか。切り切れ案件ですね。ですよね。家電もそうですよね。例えばなんか大型テレビ買いましたと、出しましたと、まあさすがに画面は傷ついてないかもしれないけども、まあ置いたら見えなくなるんだろう、黒い裏面とかがあんなのなってたら返しますよ。悲しいですね。悲しいですよ、ね、なんでそのね10万20万のテレビや家電、あ、まあ家電とかね、スマホはね、でさえブチ切れ案件なのにね、100万、200万、500万、まだ最近800万、1000万するような自動車はあれでいいでしょうね。どうなってるんだと。本当になんとかしてほしい。本当になんとかして、だからその、まあ、新車をきれいにするそのラインの、 その全国のディーラーの皆さんにね、あのビューティフルカーズの傷つかない洗車を教えたい、広めたい。そうで、手間が、それは時間が少しかかるでしょう、その今までのやり方よりは。と追加料金払ってるよね、あのほらディーラーで新車買うとさ、納車費用とか納車整備費用とか書いてあるわけですよ、うん、見積もり書に少しあったじゃないですか。ありましたね。あれがそういう費用だったりするわけですよ。なんとだからそんなの追加でいいんじゃないですかね。もう追加で取られてますよね。さらに追加でいいじゃないですか、はい、つまりきれいに洗車するからもうさらに追加だけど、さらに追加していただければ洗車機とか通さないで傷つけない洗車で仕上げてお返ししますよみたいな。手洗い洗車 でいいじゃないですか。そうします、ね、ディーラーでだって今コーティングをつけませんかって言ってくるわけですよ。5万とか7万とか10万とか儲かるから、うん、いやそんなことでプラスに しないでさ、まずはそのまずは傷つけないで車のその汚れを取ります。磨くならばそのいじめられたと照らしても大丈夫なように磨きます。そのちゃんとした新車整備をそのコーティングの10万の前にちゃんとした新車整備をするから、あのプラス2万くださいとかにしてほしいよね。そうですね。そうね、まずは傷がつかない洗車で。そうですね。はい。そうですね。まあ、僕がもしディーラーやるんだったら、まずは在庫車を屋内に置いとけるようにしたいですね。おお、はあ。全部。なんかこうそんなにいいとこじゃなくて、いい屋根じゃなくていいと思うんですけど、大きな廃工場みたいなところでいいと思うんですけど、例えば宅配便で送る荷物、屋外に置かないでしょ。置かないですね。屋根の中でしょ。郵便局さんとか黒猫さんとか佐川さんとかどこでもでしょ。そうですね。ちょっと待って、なんで100万200万500万1000万するお客様の財産が外なんですか。うん、家じゃないんだ。そうですね。じゃあえてですよ、あえて言うと、はい、そのもともと外で乗るんだから外でいいじゃないかみたいな視点があるかもしれないですけど、それはどうですか。あ、だからそれはね、どうせ車って橋で傷つくし、洗えば傷つくでしょうと。だからこんな傷はどうせすぐつくでしょっていう理屈は分かる。でもビューティフルカーズの洗い方をしてるとね、つかないんですよ。つかない、つかないんですよ。つまりつかないんです。うちのルーテシアはもうピッカピカじゃないですか。ピッカピカですね。走れば傷がつくって、あれだってもう8万、9万キロ近く走ってるんですよ。最高時速で走ったことがあるんですよ。でも傷ついてないですから。そう。あので洗車も今まで行って何回やったんでしょう。YouTube のアーカイブだけでも何十回も出てるんじゃないですか。でも傷はつかないと。だからまず新車は傷つけないで納車してほしい。ってことですかね。はい、はい、そういう仕組みで傷がついております現状。じゃあそれを変えたい、変えていきたいですね。はい、はい、少なくとも僕らの手に渡った後にさらに傷をつけないようにね、はい、していきたいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンのオンとお願いいたします。